こんにちは、ポカチンです。毎週月曜日は商品レビューのコーナーでございます。まあ今日からなんですけれども、今回はですね、最近買ってよかったものランキング、いや待てよ、今年買ってよかったものランキング、圧倒的第1位の商品をレビューしていきたいと思います。隠してました。はい。まあこれなんですけど、なぜ隠していたかと言いますとですね、まあ少し前に私イベントさせていただきまして、そこのイベントでも演じさせていただきましたし、まあ今でもやってますし、まあ今後もイベントで使おうと思っておりましたので、まあレビューするとなんか、ああ、それね、レビューしてたやつねってなるのがちょっとめんどくさかったんで、まあ隠していたんですけれども、いや待てよとね、僕は思いました。なんかマジック商品レビューしてるチャンネルはまあなくはないけど、ちゃんとレビューしてるチャンネルってない。で、そのない唯一の私ポコチンがね、本当にいいものはレビューしないみたいなことをやりだしたら、これは良くないんじゃないかと思いましてですね、心を鬼にして、レビューしようかなと思っております。まあこちら VOX でもかな、まあっていうもので、まあ海外のものなんですけど、まあちょっと商品の細かいところは後ほど説明するとして、まあどんな感じの演技かね、なんとなくやっていきますね。ちょっと光が差し込んでいるんですけれども、最近ですね、AI の進化、やばくないですか？やばいっすよね。チャットなんちゃらとかって出てきたりね。もう AI がいつか侵略するんじゃないかぐらいもう目まぐるしい進化を遂げてきてるわけなんですけども、今回はですね、原始的なトランプと、そして、最新の AI を使ったですね、マジックを一つご覧に入れたいと思います。使いますのは、まあトランプ。まあトランプと、まあまあ混ぜといて、トランプと、どんな AI かというと、まあおしりさんでございます。おしりさんにはですね、こういう機能があります。ヘイシリ、何かトランプを1枚言って。はい。今回はスペードのジャックですね。聞こえましたかね？スペードのジャック。まあ、こんな感じでね、おしりさんの気分で、まあ、皆さんやっていただけばわかると思うんですけど、ランダムなカード言ってくれるんですね。じゃあもう一回言ってみますね。ヘイシリ、何かトランプを一枚言って。はい。今回はダイヤのクイーンですね。まあ、さっきと違いますね。今回だとダイヤのクイーン。で、ダイヤのクイーンのまま進めてもいいですし、まあ、さらに一個進めてもいいんですけど、どうします？さらに進める。かしこまりました。ヘイシリ、何かトランプを1枚言って。はい。今回はスペードのキングですね。まあ、スペードのキングにします。じゃあ、しときましょうか。まあ、この辺にしときましょう。まあ、スペードのキングどこなのかまあ、わかりませんね。で、まあ、お客さんに一応カットしてもらいます。まあ、カットしたらもうさらにどこにあるかわかりませんね。まあ、普通の常人の人間じゃわからないわけですよ。そこで、AI を使うわけですね。じゃあ、シリさんにですね。ヘイシリ。ちょっと待って、たまに反応しないのなんなんこれ。ヘイシリ。ヘイシリ。これたまに反応しないときなんなんですかね。ヘイシリ。ヘイシリ。叫んじゃねえよ、お前。お前 AI クソや。叫んだね、お前。ヘイシリ。ヘイシリ。ヘイシリ、ヘイシリ、52、うるせえよ。ヘイシリ、52以下の数字を言って。はい、それは19です。19だそうです。選んだから何でしたっけ？スペードのキングでしたっけ？で、シリさんは19って言います。言ってます。すいません、ちょっと手こずっちゃって。普段こんな手こずらないんで、ご安心してください。19で、スペードキングところでしたもんね。お客さん止めたところでね。じゃあ19枚配っていきましょう。1枚目、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19枚目がお客様の選んだスペードのキングっていう感じのものですね。ちょっとね、まあ今はちょっとシリ自体が起動しなくて、これは全然このマジックと関係ないんですけど、まあこれまあ今逆にね、ちょっとこのまま採用しようかなと思うんですけど、動画としてね。逆にこういったことはメカニックを使っている以上存在するという面で、ちょっとあえてこれ、まあ普通だったら取り直すべきだと思うんですけど、ちょっとあえてね、やっていきたいと思います。で、このままレビューですね。はい。で、VOX ってやつで、まあ今のように、まあ、Siri を使ったマジックになりますので、まあ、iPhone
全然使ってないって方は、まずその時点で却下になりますね。で、こちらですね、海外の商品なんですけど、まあ日本語バージョンに改良っていうか改造されてるんですね。で、それが、おそらくね、ここ GIN さんだけなんですよ。僕普段マジックショップの名前出さないようにしてるんですけれども、まあ、多分 GIN さんでしか買えないので、まあ GIN さんです。で、GIN さんのショップページのなんかベストセラーのところにね、入っておりました。まあ、ほんのにベストセラーになったかどうかわかりません。発売してすぐにベストセラー欄に入ってたような気もするんでね。まあ、ベストセラーになるだろうっていう見込みなのかもしれませんね。まあ、老舗のマジックショップなんで、まあ、信頼できるところではあるのは間違いないと思うんですけど、はい。まあ、昔から買ってましたね。はい。で、お値段が4950円ですね。まあ、高いと思うんですけど、全然こういうネタ探してるとか、簡単でこういったネタが欲しかったって人は、まあ、即買いでしょうね、これはね。はい。僕は決して高いとは思いません。まあ、買ってよかったランキング圧倒的1位ですからね。で、こういう人はちょっとどうかなっていうのが、例えばですね、なんか、メカ、どうせ、そういう機械がすごいんでしょ、みたいな感じのネタあんま好きじゃないとか。なんかそういう人は、まあ、買わない方がいいと思います。まあ、なぜなら、まあ、お客様のリアクション的にですね、まあ、そういう感じのリアクションになりやすいと思いますね。あ、なんか、そういう、なんか、今発達しすぎてるから、そういうなんかすごいのがあるんだな、みたいな感じで、そういうリアクションで終わってしまう可能性もあります。まあ、イベントとか、僕のイベントはですね、だいたいいつもなんか変なネタが多くてね、わーって盛り上がりするっていうよりはね、ほーっていう感じになるんで、まあちょっと受けてたかどうかわからなかったですけど、まあ不思議なのは間違いないと思いますね。はい。そしてですね、まあマジシャンの方にこれ見せて、マジシャンの方に、まあちょっとどんな感じだった、まあ感想を求めたところですね。で、まあ求めて、あ、まあまあすごかったぐらいな感じなんですけど、不思議だねぐらいな感じなんですけど、まあ、概ねこういう風な構造になっておりますって言ったところですね、こう、あ、そんなめんどくことやってたんだ、みたいな感じで、まあ、めんどくはないんですけど、あ、そんなことを巧妙なことやってたんだぜ、そこまでとは思わんかった、みたいな感じで、おそらくマジシャンからしたら、いや、まあ、やりようによっては、まあ、もちろんテクニックとかでいろいろ使い出せば、もうちょっといろんな方法あるよね、みたいな感じで、まあ、思われるっちゃ思われますね。はい。うん、で、ちょっと、説明、不足になっちゃったんですけど、今僕が演じたやつって基本ベースの演技ではないんですね。基本ベースの演技じゃなくて、このまあ、いくつかのパターンが解説されている中で、僕が最も楽だなと思うもので、ステージっぽいところでも対応できるなっていうので、このやり方を採用します。これはめちゃめちゃ楽なんですよ、やる分にはね。で、ただ、Siri に選ばせんの嫌だなって思った方いるでしょ。うん。だからなんか、Siri が選んでんじゃん、結局はって。そういう人のために、とか、そういう思う人もいると思うんですが、エニーカードできます。引かせてもらう、引かせて当てると選んでもらうもできますし、もう本当に好きなカード、数字とカード言って。で、それ何枚目にあるか当てられます。はい。ただしですね、まあ、先ほど言ったように、僕がやったものが楽なだけで、そういう、エニーカード、相手が発言したエニーカードをやるパターンは、やはり手順の段階が増えたり、まあ、ややこしかったり、めんどくさかったりするパターンもあるけど、普通にマジックやり慣れてる方にとっては、まあ、そこまでね、めんどくさいことではないかと思います。非常によく出てきているんじゃないかなと思います。はい。で、マジック詳しい方には、ああ、まあ大体そういう感じのものになってんだろうなとは思ったと思うんですけど、まあもちろんね、あれですよ、借りたデックでできるわけないですよ。まあそんなことはわかってると思いますけれども、そこまでの魔法ではないんですけど、うん、でもすごいですよね。もうどこにあるか。ね。で、まあ僕のはかなり楽なパターンにしているんですけど、普通に、まあどこでね、まあカットされようが、基本的には問題ないってパターンだったりとか、もう本当に、もうエニーカードでいけるっていうことですね。はい。まあそんな感じで、ちょっと、はい、ちょっとね、どこまで喋ったか忘れましたけれども、まあ点数で言うとね、もう150点かなっていう感じです。で、まあ鳥ネタだったりとか、オープナーとかに使えるかって言われたら、まあそこっていうよりは、中間ネタの素晴らしいネタとして使えるかなっていうのと、まあ、アイスブレイクまではいかないかもしれない
けど、まあお客様とコミュニケーション取りながら使えるネタとしては、まあかなりいいものだなっていうふうに思いました。はい。というわけで、まあ毎週レビューなるべくね、していきたいと思っておりますので、まあマジックショップの名前とかあえていつも伏せてるんですけど、名前出してほしいとか、リンク載せてほしいとかってね、ショップ内にいらっしゃいましたら、スポンサー随時募集しておりますので、お待ちしております。というわけで、まあ、より細かいレビューとかはですね、メインチャンネルのメンバーシップで、毎回毎回やっておりますので、まあ、興味がある方はぜひね、覗いてみてください。それでは最後までご視聴いただき、ありがとうございました。またね。